こんにちは、たまごサムネのゆかりです。今日は、お正月に暴飲暴食、された方結構いるんじゃないでしょうか。私もね、結構お正月は立て続けに美味しいものをたくさん食べましたが、お正月だからといってね、食べ過ぎは良くないんですが、そんな胃を休めてくれるふわとろ卵雑炊を今日は作りたいと思います。はい、今日の材料はこちらです。はい、では作っていきます。まずボウルに鶏ガラスープの素で、生姜、ここにお水を入れます。混ぜます。軽く混ぜたらここにご飯を入れます。ネギとトマトを加えます。混ぜます。ラップをふんわりかけます。はい、電子レンジ500ワットで5分加熱します。卵を割ります。まずこちらに1個で、そしたらもう一つは白身と黄身に分けます。白身をこちらに入れます。で、黄身はこちら1個だけ取っておきます。こちらは溶きほぐします。はい、こんな感じで溶きほぐしておきます。で、梅干しは種を抜いておきます。で、ちょっと潰します。こんな感じで潰します。大根おろしの中に梅干しを入れます。で、混ぜます。はい、こんな感じにしておきます。はい、取り出しました。熱いので気をつけてください。そしたらラップを外します。はい、そしたらここに溶き卵を入れます。で、混ぜます。で、そうするとこの熱で卵が固まります。はい、こんな感じでとろっと仕上がります。そしたらこれをお皿に移します。はい、お皿に移したらここに大根おろしをのせます。で、ちょっと真ん中はへこませておきます。へこませた部分に卵黄を落とします。で、最後に青のりをかけて、はい、これで完成です。はい、こんな感じに仕上がっております。では割りたいと思います。はい、ということでふわとろ卵がゆをご紹介しました。卵1個だけは白身と黄身に分けて、最後に黄身を真ん中にのせて、それを崩しながら食べるのが美味しさのポイントでございます。で、ふわとろのポイントは余熱でね、卵に火を入れるところがポイントです。あさって月曜日ぐらいからもう皆さんお仕事始まるんですかね。でも、もうそっか、今日土曜日だから昨日からお仕事始まった方もね、結構いるんじゃないかなと思いますが、学校とかはでも始まってるんですかね。ということで、まあ、忙しい時でもね、簡単にちゃちゃちゃっと作ることができるので、しかも電子レンジだけで簡単に作れるレシピなので、忙しい朝でも簡単に作れるかなと思います。今日入れた具材じゃなくても七草がゆってあるじゃないですか。ああいうね、草っていうか葉っぱ系を入れたりとか、あとブロッコリーとか、なんかそういう具材を入れてもいいかなと思います。冷蔵庫に余っているものでもね、何でも大丈夫ですのでね、ぜひぜひ作ってみてください。この動画がいいと思ったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。えいグー。はい、ということで、ここからはちょっとね、ゆるーく英単語をまた覚えたいと思います。昨日やったのは I と How と Enough Enough、 これがね、 Enough Enough I know I know I know、これがね、ちょっと難しい発音だったんですけれども、まあ、I は私、Have は何々を持っているとかね、経験するとか、そういう意味合いがあります。で、I now は十分足りてますよとか、十分なという意味でございました。はい、ということで今日はですね、今日も3つやりたいと思います。今日4つ目、Money、Money、
マニー、はい、これは金銭、通貨、財産という意味でございます。はい、続いて5つ目、トゥー、これは行く先、方向へとか目的なんとかのためにとかっていう時に使うらしいです。まあいろいろトゥーはなんだろう、まあちょっとやっぱ基礎って大事なのかなね。まあとりあえず覚えます。トゥー、 TO でトゥー。続いて6つ目、ザ、その、この、あの、ザ、その、この、あの。ということで今日はマニーとトゥーとザ、ザってこういう発音でいいのかな、ちょっとまた Google 先生に聞きますね。 D ザじゃないの？ D の不安で今日じゃあもう一度おさらい、マニー、トゥー、D、 今日はこの3つを覚えたいと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。